三和田正子から1927年5月3日は、明治から昭和にかけての教育者、京都府京都市生まれ、三和田学園中学校、高等学校の創立者である。伊予松山藩の管学者であった、宇田園、滝やふずの一人娘として、京都に生まれ、津山藩の陽明学者、中条二郎の幼女となる。1855年、12歳の時に、 実父の死であった柳川星源とその夫人のコ欄に、月、漢学詩文、書画を学んだ。また、和歌を高橋武之に学び、自らを、梅の女子と称した。一方で少女期より、南総伝群馬寺村の郷詩に壊れて、同村の私塾、天学者で教えていた、洋服、次郎の代行も行うようになり、 1867年から1869年までは、父の淵と信仰があった岩倉智美の内戸の事項として、岩倉家の子女への教授を務めている。1869年、伊予松山藩士で大学小局であった三和田本綱と結婚の後、東京に移る。当時、元綱41歳、雅子26歳。4人の子を設けたが、3人は溶接した。 一人は息子の元校で1872年4月9日に生まれている。1878年、元綱と共に松山に赴くが翌1879年に夫と死別した。周囲からは再婚を勧められたものの、自らの学問の蓄積に自信のあった政子は松山に私塾名林学者を開校した。丁寧な指導は、 高い評価を受け、1884年には、愛媛県市販学校付属、小学校女教場取締りとなり、市販学校で漢学を教えた。1887年、息子元校の教育環境も考慮に入れて上京、神田妻松下町に、推奨学者を開校して、現在の三和田学園の基礎を築いた。しかし、1890年に元校は病没し、 1893年に、名人学者の教え子であった、山下富五郎を養子とした。同年2月、東京音楽学校講師として、文学を担当し、同9月には、東京不高等女学校にて漢文と作文の授業を担当し、10年以上教鞭を取ることとなった。1901年、日本女子大学校の設立に際して、同校の漢学教授を拝命した。 また同年に、高読地救済婦人会の発起人の一人として、名を連ねている。1902年、東京工事町に、三渡女学校を創立して校長に就任し、女子の特異を徳、く、女子教育を推進した。受教を基本にしながら、女子の役割は内助の校にあるとして、著書において、両妻兼母教育を提唱した。同じ頃には、愛国婦人会、日本行動会、 大日本婦人教育会などでの活動でもなお知られている。1912年女流教育者への初めての助勲として訓六等奉還賞を受賞した。1927年4月1日には訓五等随法賞を受賞した。同年5月85歳で死没。ありがとうございます。